こちらの中に火がこんな感じで入ってます。先に打ってはったやつ、ね、そうです、そうです、はい、で基本的に運転席側にしかね、この火させないようになってます、はい、乗席側には鍵穴がございませんので、はいはい、まあ、できる限り右側に寄せて止めないでいただいた方がいいかな、はいはい、こちらだけ運転させていただきます、ね、はい、両方ともキーさついてるんですか。そうです、両方ともついてます。要は1個がスペアキットで、ここについてるタグの方がシリアル番号となってますので、それはちょっとなくさないようにだけ。わかります。もうこれは1個はどっか置いておきます。はい、お願いいたします。じゃあちょっとこれだけ置かせていただきます。はい、設定だけお願いします。はい、では以上ですね。あ、それで終わりですか。はい、はい、うん、まあ、多分スイッチ類でこのあのプロパイロットのボタンの方だったりとかっていうのはもうどうしましょう。中央説明だけ出しましょう。プロパイロット、はい、はい、あの自動運転の要はあの同一車線のところですね、はいはい、運転鍵って、この青色のボタンを押していただくとこの画面に変わります、はいはい、ただ今ちょっとパーキング入れてるんですけどもね、はい、あの操作できないんですが、はい、セットボタンを押していただくと、はい、走行中の速度とずっとこう合わせて認識して走っていきます、はい、で基本的には50キロ以上の走行を継続して使っていただくことでレーンを読み取ってハンドルまでの支援になるというところですので、まあ、例えば45キロぐらいをずっと走っててもハンドル支援にならへんなーっていうことは、要はあの速度が足りてないっていうことになります。ただ基本的に使っていただくのは高速道路かなというところですので、うん、だけはい、まああんまり一般道で使わない方がいいかなと、はい、まあ、事故の元になってしまうとまずいので、はいはい、そこだけお願いいたします。すべてこれをクリアするのはどこを押したいですか。はい、もう一回押していただくとこれでクリアです。基本的なこちらの画面の方はですね、この十字キーで選んでいただくっていう形になります。平均燃費だったりとか、あとは、タコメーターの方とか、はい、いろいろこう設定だったりとかっていうのもできたりします。はい、競技水温計ついてあ、今出てきましたね。はい、あ、なるほど。もうほぼほぼデジタル式になっちゃってるんですよね。まあ、基本的にこのタコメーターの状態にして設定いただければ、ね、はい、一番楽。今の32度はそれは室外の温度ですね。外気温です。はい、室内の温度も表示されますか。室内温度はこちらですね。あの、うん、基本的にクーラーの温度に、19、はい、ただあの、まあ、今の実質の温度っていうのが、うん、はないので。あ、はい、はい。この2つ紙も残しましょう。今。そうそうそう、これも欲しいのか。そうそうそう、あ、置いときますか。そうそう、置いときましょう。念のため。あ、いいですか。あ、すいません。以上ですね、はい。あとはちょっとシートカバーだけ外させていただきますので、はいはい、あの取り終わりましたらまたご連絡。はい。ですね、これは。あ、はい、あの、いいですよ。ここは持っとく。はい、持っててもあ、了解です。